世界文化遺産国宝姫路城。その城下では多彩なお菓子が作られています。和菓子、洋菓子、駄菓子、そのルーツと今を紹介します。姫路城の西側には西お屋敷跡庭園の考古園があります。発掘調査で確認された江戸時代の地割りを生かして作られています。個性ある9つの庭園と屋敷門や炊事塀などが江戸の情緒を醸し出しています。こちらは茶の庭。四季折々の風情を感じながらお茶をいただくことができます。その奥にひっそりと立つ本格的すき家造りの茶室は江戸時代の武家屋敷の茶室を想定して作られました。この茶の湯は姫路のお菓子を語る上でなくてはならないもの。そして姫路のお菓子が全国的に知られるようになったのは江戸時代の後期からだったとか。佐賀県はご存知のように、非常にそういう文化的な、俗に言う教養人が多かったもんですからね、ただ谷の時代に発展したというふうに聞いております。と言いますのは、堺総賀は大名茶人としても非常に有名だったんですよね。お茶に対する勉強などはね、島根のですね、松平不昧公という方が有名なんですが、その人の間で往復書簡、手紙のやり取りでお茶の心得とか、お茶とは何ぞやとかいうことから始まった、そういう教えを松平不昧公から学んだというふうにも聞いておりますね。その熱心さは残された資料からもわかります。日記には自ら催したものや招かれたものなど、茶会の記録が事細かに記されています。姫路城の東側にある姫路神社は堺家ゆかりの神社。茶筅塚と並んで忠真の像があります。そして忠真の家老を務めた河合寸王の神社も姫路の菓子文化を発展させたもう一人の人物です。当時姫路藩は財政難でしたね、財政再建、その一環としてお菓子に力を入れた、そういうふうに聞いております。ですから当時の菓子職人を、新たな技術を身につけるためにね、東京へ派遣したり長崎に派遣して勉強させてですね、それをもとに姫路でいろんなお菓子を作った、まず土台はその自分にできたというふうに聞いておりますね。そうして誕生した和菓子の一つが元禄年間から続くこちらのお店で今も受け継がれています。その和菓子は忠真の孫忠則と将軍家の清姫との婚礼のために作られたとも言われているとか。薄紅色の求肥の中にしっとりとした黄身あんが入っています。寸王によって玉椿と名付けられ、姫路藩の御用菓子となりました。はい、こちらが玉椿です。ピンク色でとっても可愛いですよね。早速いただきます。あんが黄色いんですね。
お餅がすっごくもっちりしてますね。あんがずっしりと重たいんですけど、口の中でふわーっと溶けていくような上品な甘さです。お姫様もこのお菓子を食べたのでしょうか。そして江戸時代から伝わる姫路菓子がもう一つ。長崎に派遣された職人は南蛮から伝わった油菓子作りを習得、姫路に持ち帰ったと言われています。その後播州駄菓子と呼ばれるようになり、全国に広まりました。大正元年に発行されたこちらの本には、駄菓子の製造業者が城下に軒を連ね、盛況を極めていたことが記されています。今もその伝統を受け継いでいる会社にお邪魔しました。播州駄菓子は薄力粉をうどんのようにこねた固めの生地が特徴です。そうすることで油を吸わずカリッとした食感に仕上がるのだとか。この昔ながらの製法が素朴で懐かしい味を守ってきたんですね。はい、先ほど工場で作られていたかりんとうを早速いただきたいと思います。はい、いただきます。はい、どうぞ。渦巻きかりんとう。はい、いただきます。最初にこのお砂糖の甘みが広がって、はい、噛めば噛むほど生地の甘みが口に優しく広がる感じですね。そうですね、うん、一般的にかりんとうっていうと甘すぎるんかなっていうところなんですけど、姫路の方で作られているかりんとうは生地の香ばしさが全面に出てますんで、甘さがどちらかというと控えめで、最初ちょっとほのかに甘くって、で噛めば噛むほどだんだんと味が出てきて、で最後食べた後にあ、もうちょっと食べたいなってこう余韻が出てくるっていうのがね、はい、昔からこういった味なんですか。多分あの姫路で作られてたかりんとうっていうのは昔からこの作り方で作られてたんじゃないのかなというふうに思いますね。室町時代から江戸時代の間に南蛮から伝わった昔の、そういう図鑑みたいなね、当時の図鑑みたいなのがありまして、南蛮料理書っていうのがあったんですけども、その中にですね、あの姫路で作られているかりんとうと同じような作り方をしているっていうものがありましてね、それがそこに載っている、名前ではコスクランという名前で載ってまして、南蛮だからオランダとかポルトガルの方から、400年ぐらい前に伝わった時にはコスクランという名前で日本に入ってきたのかなと。そして職人たちの手によって味や形などバリエーション豊かに、その数はなんと100種類にも及ぶとか。先ほど工場でも機械も使ってますけど、職人さんがすごく手をかけて作られてましたよね。そうですね、完全機械化はちょっと今の技術では無理かもわからないなと、って言いますのは、あの細工菓子っていう名前で呼んでるんですけども、非常に特徴がある形をしているのが多いものですから、それを機械でやるっていうとなかなか難しいなということで、いまだにあの形作るのは全部手でやってる商品もありますんで、ね、そういった愛情がこもったかりんとうですね。そうですね、深い思いやりを込めて、はい、お客さんが喜んでいただけるような、ね、お菓子になればいいなというのが今思っているところですね。姫路の土産物店にはその他にもいろんなお菓子がずらり。その中に気になるお菓子がありました。こちらは70年近く続く老舗の洋菓子店です。旬の素材を使ったケーキや焼き菓子などバラエティに富んだ商品を次々に開発。地元の食材や特産品を使ったお菓子が多いのも特徴です。この洋菓子どういった時にアイデアが浮かぶんですか。いや、これはね、全部ね、はい、いろんな物語がありましてね、地元の食材でこんなできないかなというような依頼があったりしてですね、この銀女子ケーキなんですけども、はい、姫路も
蔵元たくさんあるんですよね、うん、それでその姫路の吟醸酒を日本一にしようという、まあ、そういった形でその時にそれでは何か他できないかなということでその吟醸酒の酒粕を練り込んだこれケーキなんですけども酒粕を入れることによって味がクリーミーなんですね、うん、だからこういうのはたまたまあの蔵元さんがこれ使えということで、そんなできるのいう形で作ったのがこういう形になりますよね、うん、こちらは姫路おでんケーキ。生姜醤油をつけて食べる姫路のおでんをイメージして生姜風味の特製パウダーがついています。こちらにも夢前町の四国米や赤米、安富町の白い小豆、白雪大納言などが使われています。デリケートな小豆なんでこうあんこに炊きますすぐ壊れてしまうんですね。それが姫路でこれをあんこを非常に上手に炊くお菓子屋さんにお願いをして炊いてもらってるというようなことがありますね。やっぱりそういうところの協力もあってできた、うん、そうですね。やっぱりそのいろんな人と その関わりの中でですねこういうものがあるけど、例えばこの柚子なんですけども、もともと安住町は柚子を絞るだけで皮を捨ててたんですね。もったいないしね、それでその皮をあとお菓子に使えるからぜひともいうことで、うん、の柚子の皮を使ったお菓子がたくさんできるようになりましてね、これもやっぱりそういういろんな付き合いの中で商品としてはできていくんですね。じゃあこう地元の方々のつながりでまた商品が出来上がっていきますね。そうですね、はい、今も開発中のケーキがあるとか、どんなものになるのかとっても楽しみです。そして姫路の菓子文化の今後についてこの方は、姫路にはね腕のいい職人もたくさんおるんですね。ただこれがねあまり皆さんに知れ渡ってない、そういうこともありましてね、まず皆さんにこの姫路のお菓子の、あの良さというものを知っていただきたい。今も組合だからこそできるそういうことをいろいろ姫路の組合やっておりましてね、その一つが例えば技術の習得今も続けておりましてね、組合だからこそ呼べる先生とかですね、組合単位だからこそできるいろんなことがあって、それを積極的にやっている関係もあって、それが姫路のお菓子をまたレベルを上げたり皆さんにいろんな消費者の全国の方々に知っていただくきっかけになるんかなというふうに思ってます。今年7月にはミラノ国際博覧会で姫路の菓子文化を世界に PR、 和菓子もかりんとうも大好評でした。また毎年秋には姫路菓子祭りを開催しています。今年は10月30日から11月3日まで大手前公園で開かれます。そして姫路市では今よりすぐった地場産品をハリマ地域ブランドとして広く発信していこうとしています。伝統を守りますます進化する姫路のお菓子、ぜひ多くの人に味わっていただきたいものです。